よし、やろう。こんにちは。2020年もこれから始まります。どうやってここからキックオフまで自分がこうやって気持ちを上げていけるかどうか、自分がどうやって今日戦うか、もう一回みんなでマインドセットをする、そういう時間にします、ね、今日みんなに伝えたいのはメンタルのところだけ、はい、ね、これポルトガル語でこれチームで、ブラジルでいわゆる紅白戦のことをコレチームって言う、ね、なんでコレチーム、コレチームって直訳するとコレクティブ、集団的に、みんなで組織的に、なんで紅白戦のことをコレチームって言う。例えばレギュラー対サブ、ごちゃ混ぜにしたミックスのゲームを含めて、でもそこで紅白戦をやることで週末の試合にみんなで勝ちに行きます。この紅白戦も次の週末のためにチーム一丸でやる練習の一つだから、これチームだから、俺らの今年の一番のストロングポイントはここです。いいね、味方のことを本気で応援できない人は味方から信用されない、信用される資格もない。今日俺らはこうやってみんなで戦います。口で言うのは簡単だ、団結しようぜ、みんなで頑張ろうぜ、チーム一丸でやろうぜ。じゃあ具体的に何するんだ。ベンチで上で見てる人はベンチに入ってる人、ピッチにいる人を応援する、ベンチに座ってる人は先発で出てる人を応援する。疲れたらいつでも変わる。いつも言ってるよね、俺リレーと一緒だって。ファースト走者が一番、第一走者が一番偉いわけじゃない。行けるところまで第一走者が行ったら第二走者が行く、第三走者が行く、で最後ゲーム締める人が出てくる。そうやってチーム戦だ。だから90分出るとか残り3分しか出ないとか全く関係ない、チームの勝利には全く関係ない。いい、今日はみんなの力で勝ちます。後ろにいるスタッフも全部含めて、今日ホームなのでサポーターも含めて、どれだけサポーターも含めて俺らが団結できるかどうか、これチームになれるかどうか、それが第一。いいね、はい、強いメンタル。じゃあなんだ強いメンタルって。